最初のこの部屋でお留守番していてね、ここで待ってるのよと言われたので、前回24時間ガチで待ってみるとどうなるのかという検証を行ったところ、衝撃の結果が得られました。さすがトビーホックスだと、プレイヤーをどこまでもワクワクさせてくれるなと痛く感動した私は、さらに24時間待てばまた新しい隠しイベントが起こるんじゃないかと思いました。なので今回は前回からさらに24時間後、つまり48時間ガチで待ちます。さあ、いよいよ47時間58分まで来ました。一回で録画するにはあまりにも長い時が流れました。いや、でも僕は絶対にトビなら何かイベントを用意していると確信してここまで待ってきました。出ないでここまで待てません。ないわけがないんだと。あらゆる事態にこのトビという男は隠しイベントを用意してきました。期待を絶対に裏切らない。そういう男なんですか、彼は。2ヶ月毎日アンダーテールをやり続けて自分がそう思ってるんで絶対そうです。これだけ待ってイベントが用意されてないわけがないんですよ。さあ、時間がいよいよ47時間59分。50秒。絶対にありそうだろう、トビ。さあ、53秒、54秒、55秒、56秒、57秒、48時間、経った。ちょっと、トビの家に行ってきます。それではご視聴ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録して、他の動画を見ていってください。それではまた。